DD 北斗ホクトの剣は、ブロンソン、原哲夫、カジオによる日本の漫画作品。月刊、コミックゼノンにて、創刊号の2010年12月号から2016年8月号まで連載。ホクトの剣をベースにしたギャグ漫画である。DD は、デザインデフォルマシオンの略。ホクトの剣の世界が発生するきっかけとなった。 199X 年の核戦争が起きなかったパラレルワールドを舞台としギャグ漫画として描かれている。剣士郎をはじめとした剣士たちはギャグであることを象徴するかのようにに刀身のデフォルメキャラとして描かれているのが特徴だが、たまにリアルタッチの姿で描かれる。作中では北斗の剣のセリフやシーンがパロディとして多数使用されており、 作中の天名などの固有名詞も原作に登場する名前から多数引用されている。世紀末に対応する語として、現代21世紀の語が用いられる。なお本作連載前の2008年、北斗25周年を記念して、本作と同じコンセプトのフラッシュアニメ、DD 北斗の拳が制作されている。カジオはこの作品の監督を務めており、 ゼノン掲載作はこのフラッシュアニメをベースとしているが、本作のアニメ版とは別物である。TV アニメシリーズ、北斗の剣、北斗の剣2の剣士郎の声を担当していた、神谷明は本作にも登場し流剣の声を担当している。北斗の剣一号味も含めて、基本的に剣士郎を演じないが、2期第12話の、ひでぶなクイズでお幸せでは、 間違い探しで生後の生のケンシロウを演じた。西暦 199X 年、地球は核の炎に包まれることがなかった。平和な世の中では、北都神拳は役に立たず、ケンシロウはアルバイトに明け暮れてアパート暮らし、時は接骨院を経営。ラオーは建設現場で働いていた。三兄弟は合コンに熱くなり、強敵たちもまた、ホストや、 建設会社経営、国道にストリートアーティストなど、それぞれ違う分野で平成の時代を熱く生きていた。それぞれ独立した作品となっており、第1期はコンビニ、リュウリュウケン、第2期は世紀末学園という学校が舞台になっている。第1期、世紀末救世主ケンシロ郎は仕事を得てもすぐ首になり、捨て猫のふりをして拾われるのを待つよりなかった。 それを可愛いもの好きの少女林に拾われる。同じく、犬とウサギに化けて拾われていた、世紀末覇者、ラオウ、市長生に見入られた男時の兄たちと再会する。朝園寺商店街にある、錆びれた、コンビニ、竜竜剣デリンの父親、気竜剣次郎さんに、北都神剣継承者の座と、成敗と採用を認めさせるべく兄弟のバトルが、始まる。 三人は町にはびこる百派な人々を占め、心を捧げるユリアへの愛を取り戻すため日夜、奮闘するのであったが、当面の宿を確保するため、性バイトで、突ッコミ役のバットが暮らす、ボロアパートに転がり込み、四人暮らしを始めるのだった。第二期、聖騎末を求めてさすらうケンシロウがたどり着いたのは、聖騎末学園という名前の学校。ケンシロウはここに通う林に転校生と間違われ、 連れられていった。第一期とは、直接的な続編ではなく、学園ものとして変更されており、他作品のパロディネタも、ふんだんに使われている。詳しくは、当該項目、あるいは、北斗の剣の登場人物一覧を参照。声の項は、フラッシュアニメ版、テレビアニメ版の声優の順。一人しか記載がない場合は、テレビアニメ版の声優を記載する。 DED 北斗の拳のタイトルで2011年1月より関西テレビで放送された短編フラッシュアニメ作品全1に話2013年には DVD がリリースされた当初キャストはナレーターの千葉茂以外は未公表となっていた2013年4月より6月までテレビ東京テレビ大阪 テレビ愛知にて放送された。ナレーションは、ショッカー王屋が務める。北斗30周年記念企画の一つである。ニコニコチャンネル内でも公式配信されている。2015年10月から12月まで、アニメ第2シリーズ、DD 北斗の剣にが放送された。第1期にあったナレーションは存在せず、一部のキャラの声優が変更された。第1期シンやアニメとしては珍しく主題歌に、 歌シテロップがある。第2期両者とも、D.D. 北斗の剣に語味としての曲。第1期2013年6月28日から9月27日、発売。発売元、ノーススターズ・ピクチャーズ、販売元、TC エンタテインメント。第2期 DVD ボックスが、TC エンタテインメントより2016年3月25日、発売。本作は、本家。 CR 北斗の剣シリーズを販売しているサミーではなく、テレビアニメのスポンサーであった高尾から2016年8月に発売された DD 北斗の剣に,に関するカテゴリー。ありがとうございます。